平洋国際大主典から見た街並み大南大橋。手前が平洋圏、対岸が流行し。平洋圏は中華人民共和国石膏省運州市に位置する県。平洋に初めて行政区画が設置されたのは283年、精神により設置された千明良県である。後に横洋圏と解消されたが、589年に安古圏に編入。 592年には、栄華県に移管されている。622年に一旦横陽県が復活するも627年に、再び安古県に編入されている。701年、再び横陽県が、設置、914年に、平用県と解消され、現在までその名称が添い重ねされている。1981年6月18日に、 青南県が分離され現在の行政範囲が確定している。平洋県潤慶鎮には潤慶鎮市の本家、文家や一族の祖先を祀る宗祠らなど、信代に建てられた多数の建築が残り、中国の伝統的な相続観念や風水観念を具現化した存落となっている。この潤慶古建築群は全国重点分物保護単位に指定されている。また、 石膏省南部一帯に残る印州時代の史跡簿が平洋圏にもあり、一連の史跡簿は、雪南石田名簿群として、同じく全国重点分物保護単位に指定されている。平洋圏は、キリスト教徒が集中する地区であるが、1958年には、無神鈍化の実験地区として、三聖省行動圏と共に選ばれ、キリスト教共同体は打撃を受けた。2014年にも、 境会道の撤去をめぐって、信者と警察が衝突する暴動が起きている。ありがとうございます。